はい、どうもメチャンネルです。本日私はですね、今ね、桜木町駅の方にやってまいりまして、今日はですね、ウェスティン横浜さんの方にね、お邪魔させていただこうかなということでね、これから向かっていきたいと思います。今ね、14時前なんですけど、なんとね、12時半にはお部屋の準備ができましたということで、アプリの通知来ましたので、まあ多分ね、着くのは14時半ぐらいになると思うんですけど、早速ね、チェックイン手続き向かっていきたいなというふうに思います。じゃあね、向かってまいります。ということでですね、クラブラウンジの方でチェックイン手続きをね、行ってくださいということでご案内いただきました。はい、22階ね、到着いたしました。はい、じゃあね、今いい感じのラウンジにご案内いただきまして、これからね、チェックイン手続きを行っていきます。はい、ということでね、チェックイン手続きがものの10分程度で終わりまして、これからね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、本日のね、お部屋は19階のお部屋となっております。いや、楽しみです。アップグレードいただいております。こんな感じのね、エレベーターホールとなってまして、お部屋は1901ですね。廊下も非常に高級感あっていい感じですね。絨毯なんかもね、ブルーと、なんだろう、やっぱ海っぽい感じでしょうか。はい、本日はね、こちらの1901ゴーストになります。お、カーテンが開きました。じゃじゃーん、すごいですね。こんな感じのお部屋となっております。じゃあね、さっと見てみましょう。いかがでしょうか。こんな感じですね。いやー、最高です。めちゃめちゃ最高です。リビングルーム、いやー、めちゃ広いですね。そしてこちら、みなとみらいをね、一望できるビューとなっております。いかがでしょうか。いや、最高の見晴らしじゃないですか。はい、まあ、こんな感じのね、リビングルームとなってまして、そして主寝室でございます。おお、レイ君のね、ちゃんとメッセージカードがございますね。はい、でこちらがね、お風呂という感じでしょうか。はい、こんな感じですね。では、はい、玄関からね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。玄関戻っていきましょう。いやー、最高ですね。めっちゃいいお部屋にアサインいただきました。ありがとうございます。はい、本日初めてのね、ウェスティン横浜さん1901号室ということで、エグゼクティブスイートの方にね、アサインいただきました。めっちゃ最高です。ありがとうございます。入っていただいて、左手にマスターとかですね、起こさないでください、掃除してくださいっていうね、ボタンがございまして、ここのスペースは何でしょうかね。特になんかあるわけじゃないですけど、でもね、ベビーカーとか我々、ね、置くことできるんで、非常にね、こちら助かりますね。はい、で入っていただいて、右手お手洗いですね。はい、こんな感じのお手洗い、電気もついてたんですね。はい、洗面台付きでございます。いや、広いですね。ウッドの感じがまたね、高級感があって非常に
いい感じじゃないですか。ね。こんな感じのウォシュレットという感じですね。自動で開くタイプとなっております。はい。こんな感じです。扉はね、自動で閉まっていく感じですね。はい。で、ここのね、パネル、ちょっとしたことですけど、なんかね、ないよりはあった方がっていう感じはやっぱありますね。そして、ダイニングテーブルです。こんな感じでね、苔が生えてますね。いい感じです。こちらの方にね、エアコンのパネルがありまして、今24度でね、設定されております。で、ちょっとしたね、台ですけど、コンセントが2箇所と、USB-A がね、1箇所あるんで、まあ、ちょっと打ち合わせしながら充電できたりとかね、できるんじゃないでしょうか。ね、結構細かいですけど、いいことですね。で、引き出しがありますけど、まあ、多分ね、基本的に何か入ってるっていうことではないんじゃないかなと思います。こちらも。はい。そして、大理石のね、台があって、ボーンとね、こうやった、こういったね、絵が飾られております。はい。意外とね、上も間接照明があったりとかしてね、結構いい感じですね。はい。で、こちらのリビング、ダイニングの方のペンダントライトですね。めちゃめちゃおしゃれです。陶器みたいな感じですね。面白い。はい。で、左手がですね、ミニバーとなっております。こちらがですね、ネスプレッソマシーンとマグカップ、マイトーン。はい。めちゃめちゃね、おしゃれなマグカップですね。で、ネスプレッソマシーンのポーションが4種類4個ございます。そしてお水がね、4本瓶でね、ございます。電話機もね、こちらに1台ございます。はい。そしてこちら、下からですね、電気ケトルとアイスペールがね、このようにございます。そしてその上がグラス類ですね。はい。ワインオープナー等もございますし、エスプレッソのね、カップなんかもございます。この上はコースターとかですね。ちょっとなんかやっていただくときにね、台になるような感じでしょうか。いやー、ここのね、ウッドの感じも非常にいい感じですね。で、こちらがおやつですね。はい。こんな感じのあられだったり、M&M のチョコレートだったりとか、横浜スプレー。はい。左側が冷蔵庫でしょうかね。はい。こちらが、はい、こんな感じのね、コーラだったりとか、一番搾りとかね、お水とかが入っております。はい。いい感じです。結構ね、ちょっとしたところですけど、ちょいちょいね、おしゃれなゴールドだったりね、しますね。はい。そして、こちらがね、リビングでございます。空気清浄機がね、このようにありまして、まあ、電源つけておきましょうかね。はい。で、こういった間接照明と、ドーンとね、置かれた絵と、そしてソファー、高級感ありますね。こういったね、チェアも非常におしゃれでいい感じじゃないですか。そしてね、この机見てください。なんだこれ。銅みたいな、すごい輝きのね、ある、非常におしゃれなテーブルとなってます。いやー、いい感じですね。でね、こういったペンダント間接照明があって、まあ、ちょっとね、コーヒー、お酒とか置いていただいて、一杯やりながらね、ちょっとかけていただくのにいいんじゃないでしょうか。そして上のね、この照明も非常にこだわりがある、いい感じのものが使われております。で、テレビですね。こちら55インチパナソニック製のテレビが置かれております。こういったね、陶器があったりとか、おしゃれ本がね、置かれてたりとか。そしてこちらね、ダイニングのご案内だったりとかですね、23階のアイアンベイ、コードバー、そしてシュガーマーチャント等のご案内がございますという感じです。インルームダイニングはね、こちらの QR コードで読み取っていただく形になります。はい。ウェルビーとかですね。はい。この下には、多分ね、館内のご案内。はい。館内規約とか、宿泊、約款等がね、ございます。はい。ここら辺収納ありますけど、多分ね、こちらも特に何か入ってるということではないんじゃないかなと思います。はい。めちゃめちゃね、いい感じですね。ただ、あれですね。今ちょっとふと思うと、書斎みたいな感じなのはないっていう感じですかね。はい。では、主寝室行ってみましょうか。はい。主寝室の方はね、こうやって扉でね、観音開きになってまして、まあ一応ね、間仕切っていただくことが、
できる仕様となってます。はい。そして、ここにあれですね、ちゃんとカーテン類のスイッチなんかもございますね。はい。では、出寝室ですね。はい。眺望最高です。ちょっとしたね、こういったソファーとデスクがありまして、ここにもね、空気清浄機がございます。そして、ベッドのサイド、電話機と、Bluetooth のスピーカーだったり、メモ、料金表だったりとかですね。はい。あと、枕元の方には、こういったね、コンセントが1箇所と、USB が2箇所、そしてカーテンとかね、シェードとか、電気類のコントローラーがございます。常備灯がね、こちらにございます。はい。そしてベッド。はい、こんな感じですね。いや、これね、ちょっとベッド楽しみですね。あとでね、寝っ転がってみたいと思います。そして、ここもね、かなり開放的で、いいですね、ベッドね。窓際の方に向いてるんですもんね。そして、玄関と同じようにね、こういった装飾がされております。いやー、素晴らしい。そして、こちらの方にもテレビがね、55インチのテレビがありまして、はい、苔が入っております。はい。ここら辺はね、多分開かないんでしょうね、下ね。はい。で、ここもね、当然閉めていただくことができるという仕様になってまして、エアコンのね、コントローラーが、就寝室はこちらになってます。はい。で、こちらのね、ベッドのサイドの方には、間接照明と、こちらのね、サイドの方には同じように、コンセントが1箇所と、USB-A が2箇所ございます。そして、ゴミ箱と、あとね、こちら、デスクではなく、ドレッサーですね。はい。こういった感じで、何ですかね、アクセサリー類、しまっていただけるね、ボックスがありまして、ここは引っ張っていただくと聖書が出てきます。お祈りしていただいて眠ってください。はい。で、コンセントがね、一箇所こちらにあって、椅子があるという感じですね。ベッドがね、かなりしっかりしてます。お布団なんかもね、非常にサラサラでね、触り心地がいいですね。そして枕のこのバイピングなんかも非常におしゃれじゃないですか。こんな感じのね、就寝室となっております。はい。で、こちらですね。はい。このように、姿見の鏡があるんですけど、扉にもね、なっておりまして、こちらの奥が収納スペース。はい。めちゃ広い。で、バスローブがあってですね。ここに、ウェスティンというね、袖口に書いてあるのがおしゃれですね。はい。で、上、こちらね、ウェスティンヘブンリーとなってます。はい。触り心地結構ね、いい感じでしたね。はい。で、ハンガー類があって、で、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。そして、ルームウェア。はい。こんな感じの、これはセパレートですね。セパレート式でウェスティン横浜と書かれた。はい。なんだろう、グレーというかシルバーみたいなね、ラインが入ったルームウェアとなってます。ここがカラーですね。カラー。カラーです。はい。で、シューシャインのね、ボックスがあったりとか、はい、スリッパ類。ちょっとね、ワッフル素材みたいな感じになってますね。で、シューブラシと靴べら。はい。で、こちらの方には、アイロン台とアイロン。で、もう一着ね、バスローブがございますという感じです。いやー、いい感じです。お、そしてここに、ちょっとね、おしゃれな壺があって。いや、これ落ちたら大変。はい。そしてね、こちらの収納なんか入ってるんでしょうかね。おしゃれな感じですけど、特にはなんか入ってるという感じではなさそうですね。はい。そしてバスルームでございます。はい。こんな感じでですね、洗面台がね、2箇所あります。拡大鏡があって、照明なんかもね、非常におしゃれじゃないですか。鏡なんかも非常にね、ライト付きでおしゃれな感じに仕上がっております。そしてタオル類、全部ね、ヘブンリーと書いてますね。触り心地がめっちゃいい。そしてアメニティ類ですね。はい。こんな感じで、ウェスティンのヘアブラシとかね、タオル。そして、歯ブラシだったりとか、バスソルト。はい、マウスウォッシュ等がございます。この箱にね、全部ウッドが統一されてるのがまたいいですね。そして、ドライヤーですね。ドライヤーちょっとね、開けてみましょう。その缶ですね。はい、こちら。洗面台からのね、ビュー。こんな感じです。洗面台からのね、景色も非常に
良くないですか？素晴らしいですね。この空間もね、非常に全部ね、大理石で囲まれててね、非常にいい感じです。はい、そして、はい、出ました、じゃん、パナソニック製の、これはイオニティですね。はい、ここはなんかね、もうちょっとすごいのがね、来るのかなと思ったんですけど、イオニティでございました。はい、そしてこちらですね。はい、なんだろう、このボディローション、ホワイトティーと書いてありますね。こちらのソープもホワイトティーとなってます。ティッシュと、あとグラス類がね、あります。で、体重計がね、この下にございます。ここら辺は特に何か入ってるって感じではないですね。はい、で、バスルームでございます。上にはね、もちろんレインシャワーがございまして、まあ、こんな感じのね、おしゃれなバスルームとなってます。こういったものをね、置いていただくことができる台もありますし、バスタブが、なんだろう、めっちゃ広いっていう感じではないですね。ここが分厚いので、その分スペースは減ってますけど、まあ十分ね、広さは十分じゃないかなと思います。でもね、ここのバスルーム、めちゃめちゃ高級感ありますね。はい、もう洗面台の方からね、全部、なんだろう、大理石調のね、石で敷き詰められているという感じですね。はい、ここはボタンを押したらね、出てくるのかな。はい、こんな感じでね、出てくるという感じですね。はい、で、こちらシャンプー、コンディショナー、バスウォッシュ等が備え付けでね、あるという感じです。で、こちらのね、はい、シャワー類、ボタンなので安心。はい、こんな感じのね、水圧となっております。まあ十分じゃないかなと思います。ここら辺のね、ウッドね、なんか物を置く台なんかもあっていい感じですね。はい、こちらがバスルームと。そして、ここにはお手洗いがもう一箇所あるんですかね。はい、こんな感じの大理石調にね、包まれた。ここもね、自動で開くタイプとなっております。こういう感じのね、ウォシュレット、まあ携帯とかね、置いていただくこともできて、非常にいい感じですね。はい、こちらのお部屋でですね、84平米というお部屋になってまして、まあ非常にね、十分な広さもありますし、やっぱりね、このハード面、めちゃめちゃね、おしゃれで綺麗です。最高。はい、いかがでしょうか。まあこちら初めてね、お邪魔させていただきましたけれども、こちらのね、お部屋にアサインいただいて、アップグレードいただくことができました。ありがとうございます。デイ君の誕生日ということでね、楽しんで一泊ね、宿泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか。それじゃあね、 Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 48.59Mbps、 アップロード上りが 54.85Mbps となってまして、まあ十分ね、ライブ等の速度でも問題ないんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、本日無事にね、初めましてですけれども、遅ればせながらですね、フェスティン横浜さんの方にね、お邪魔させていただいて、チェックインがね、完了いたしました。で、今日はね、まあ、レイ君の誕生日が9月5日ということで、今日ね、9月10日ではありますけど、まあ、ウェスティンさんの方に事前にね、アマゾンさんからプレゼントを送らせていただいて、無事に受け取ってね、設置しておこうかなと思います。これからね、妻の方とスイッチさせていただいてですね、妻がレイ君のね、バースデー用に装飾をしている間に、私とレイ君はちょっと館内散策とかね、して写真撮ったり動画撮ったりしていこうかなというふうに思います。またね、レイ君がプレゼントを受け取る様子につきましては、後ほどね、お届けできればなというふうに思います。ということで、ウェスティン横浜さん楽しんで行ってまいります。とりあえずラウンジの方に行ってこようかと思います。こういったね、スムージーだったりとかですね、あとはね、ソフトドリンクがございます。そしてね、おやつ類ですね。はい、そしてね、こちらの冷蔵庫の方には、こういったね、炭酸水だったり、グラス類がね、ございます。ソフトドリンク類もございますと。こういったね、紅茶類なんかも、種類がね、かなり豊富です。明るくね、おせんべいとコーラだけいただいてね、館内散策しようかなと思います。うん。リブセンは。はい、今ね、レセプションのある23階の方にね、上がってきました。ここね、めっちゃ広いですけど、何があるかな、アイアンベイ、レストランがあったり、なんかこういったね、テラスがあったりとか、
ここがアイアンベイですね。こちらがアフタヌーンティーとかでいただける方になるんでしょうかね。じゃあね、レイ君準備が整ったので、お、なんかあるね。なんだこれ。なんだこれ。そのままついてってください。足跡。行ってみて。足跡があるよ。なんだこれ、レイ君。うん、来て。じゃあ靴脱いで行こうか。はい、じゃ行ってみましょう。はい、いいよ。ん？何が違う？はい、はい、一緒に行きましょう。お、なんだこれ。はい、レイ君ついて行ってみごらん。なんだこれ、いっぱい足跡が。なんだ、何がある。なんだなんだ、行ってみて。なんで行かないの。なんで行かないの。あ、じゃあパパ行っちゃおうかな。何があるんだろう、ここ。足跡ついてったら何がある。あ、これ何。うん、じゃあ行ってみて。お、すごい、行って。じゃーん、何これ、レイ君。ハッピーバースデーって書いてある。登れる。はい、手帳で。はい、こんな感じで、登れた。はい、落ちないように。ほら、ハッピーバースデーって書いてある。ここにもハッピーバースデーって書いてある。3歳3。あ、あれ、なんだろう、誕生日プレゼントじゃない。キーを開けて、うん、3、それ3歳の3じゃない。どういうこと。3歳、リックの3歳になった。どういうこと。あ、レイ君ここにもハッピーバースデー、レイ君3歳のお誕生日おめでとう、キラキラ輝く楽しい1年に過ごしてねと書いてあるよ。うん、開けてごらん。開けてみる。じゃあ開けてみましょう。何入ってた。あら、あら、開けてみて。はい、お、じゃーん、あ、お洋服だ。 T シャツかっこいいじゃん。うん、うん、見ないの、もういいの。ねえ、かっこいいじゃん。え、めっちゃかっこいいじゃん。次、大きいの。まだ入ってるんですけど。はい、大きい方開けてみますか。じゃあ次はそっち。はい、ということでこれがね、レイ君のプレゼントですけど、レイ君はお構いなしに踏んでいきます。プレゼントもそうだけど、大きいお部屋先見たかった。そっち系ですか。大きいのって何入ってて、おもちゃ。お、何が入ってた、大きい方。おもちゃ、おもちゃだよ。やったじゃん。何入ってる。じゃん、じゃーん、おもちゃだよね。おもちゃ。やったじゃん。じゃあパパにちょうだい。あっちで、あっちだぞ。はい、じゃーん。今回は今年の誕生日プレゼントはこのパウパトロールのおもちゃですね。じゃあちょっと開けてみましょうか。うん、いいよ。これラブレンのパワーブラジーターじゃない。うん、そうなの。ほら、ラブレンのパワーブラジーターだった。うん、ほら、これでも、じゃーん、じゃーん、あ、ほんとだね。はい、レイ君ね、めちゃめちゃ並べて遊んでます。もうね、好きな感じで養生テープをね、持ってきたので、このフレームにね、ちょっと貼って貼らせていただいております。はい、レイ君、よかったね。
お、これが全部各キャラクターのやつなの？すごっ。全部ダッシュバギーどこ？これはないんじゃない？とりあえず喜んでくれてそれで良かったと思います。ちょっとねゆっくりしたらあのプールとかねレイクに連れてったりとかしたいなと思います。ラウンジはね17時半に行こうかなと思います。はい、まあ、こんな感じで、一応成功ということでいいのかなという感じですけどどうでしょうかね。はい、じゃあちょっとねゆっくりさせていただいて、まあ、ちょっとね館内散策なんかもしながら、まあ、レイ君をねプールに連れてったりしたいなというふうに思います。じゃあねちょっとゆっくりさせていただきます。はい、テレビをねつけますとこういったね館内施設のご案内がねありまして、館内施設のサービスとしまして喫煙所がね4階にありますよとか、外貨の両替がね23階のフロントデスク横にありますよとか、荷物預かりがねチェックアウト前チェックアウト後に荷物預ける場合にはスタッフにお申し付けくださいとかね、こういったご案内があります。はい、こんな感じでね妻の方が持ってきましたけど、パンとかね結構細かいけど種類はね多そうな感じですね。ビュッフェ台はですね結構ね混雑しているので残念ながらねちょっと撮影は難しそうなので、今ね持ってきたものでご紹介させていただきたいな。こういったねご飯なんかもありますね。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。で、ご飯。カレー。炊き込みご飯。カレーじゃなかった。炊き込みご飯。うん。うまい。炊き込みご飯とかボロネーゼですね。はい、こちらの、ね、モクテルですね、クランベリージュースとリンゴをミックスしたソーダで割ったものになってますね。これもおすすめだそうです。はい、私のはねこんな感じで炊き込みご飯だったりとか野菜スティックと味噌汁ですね。これねなんか白あんかけみたいなんですね。そしてグラタンですね。でケーキ類ちょっと多めにねいただきました。特にショートケーキです。そしてこちらのねクランベリーをソーダでね割ったモクテルですね。ビールいただいております。いただいていきます。はい、ということでねいただいていきます。炊き込みご飯、カレーはね残念なこといなかったんですけど、うん、うまっ。あ、めっちゃ美味しい。優しい味しますね。じゃあねビールいただいていきます。うまい。ラウンジね一応17時半からだったんですけど、もう17時10分ぐらいでも始まってましたね。で思ってたようにね今混んでないです。はい、このままね食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。はい、ラウンジを終えてねこれからプールの撮影がね許可おりましたので、これからプールの方に向かっていきたいと思います。プールフィットネスは5階です。はい、こちらがですねスパのね受付という風になってます。はい、こちらにはこういったねオーガニックコスメなども置いてございます。はい、こういったねマッサージのメニューがあったりとかですね、その他ねいろんなお名刺なんかもね置いてございます。はい、ということでねプールの方に入らせていただきました。まあ、こんな感じでですね、まあ、ちょっとね暗いのでひょっとすると明るい時の方がなんかねすごくいい雰囲気のプールになるのかなという感じでしょうかね。はい、こんな感じでございます。いやでもねかなりこちらがね通りに面しているので、日中はここからね明るい感じが見ていただけるんじゃないかなと思いますね。なので明日の朝ですね、こちら食事終えた後にレイ君を連れて、まあ、プールの方にね入っていきたいなと思います。でこんな感じでねカバナなんかもなんか個人スペースみたいな感じですけどあっていい感じですね。まあ、こんな感じの、プールという感じです。いやかなりねいい感じですね。いかがでしょうか。はい、そして、ね、こちらがフィットネスですね。こちらの方に、ね、入っていきたいと思います。はい、なんかねこんな感じですね。はい、こんな感じのね設備となってまして、結構ねハイテクな感じですよね。そしてね結構広さもございます。
はい、まあ、明るかったりするとね、もうちょっと見晴らしはいいのかなっていう感じですね。そしてこちらの方にね、冷たいおしぼりだったりとか、ウォーターサーバーのね、水があったりします。はい、こんな感じのフィットネスジムとなってます。はい、今ね、いろいろ撮影させていただきまして、お部屋の方にね、戻ってまいりました。プール、フィットネス、そしてね、ラウンジの方とレセプションの方ね、撮ってまいりました。もうなんやかんやね、22時という感じでございますので、これからね、準備をさせていただいて、本日22時半からね、ライブをお届けしますので、そちらの様子はね、上の方にリンク貼っておきますので、皆さんとはまた明日の朝ね、朝食会場でお会いできればというふうに思います。ちょっとね、ヘブンリーベッドの方ね、横たわってみたんですけど、今までないぐらいめっちゃね、寝心地がいいです。なんだろう、フィットする感じなんですよね。アメリカ人とかがよくベッドでポップコーン食べながらこうめっちゃテレビ見てる感じあるじゃないですか。あれがね、本当に似合う感じのベッドで最高でした。なので、ライブ終わってね、ゆっくり今日は寝て、明日の朝挑んでいきたいと思います。ということで、また明日の朝、おやすみなさい。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。ヘブンリーのね、ヘブンリーベッド、めちゃめちゃね、いい感じでしたね。もうマックだとね、やっぱバランスがね、最高でしたね。で、今ね、お風呂入りまして、これからね、朝食をね、食べに行こうかなというふうに思いますけれども、なんかね、シャンプーとかも、ちょっとね、きちっとする感じはありますけど、すごくね、いい匂いで、いい感じのシャンプーでした。はい。ということで、ちょっとね、準備を整えて、この後ですね、朝食を食べに行って、そのままプールの方にね、向かっていこうかなというふうに思います。行ってまいります。はい、レイ君はね、数字の3を朝食に持っていくということで3歳アピールですね。はい、こちらね、レセプション会ですけど、この方角にですね、快晴でね、空気が澄んでいれば富士山もね、見ていただくことができるという感じですね。で、こっち側のビューだとですね、今回のね、スイートの反対側だと電車だったりとかですね、高速道路が見えて、場合によっては富士山が見えるビューとなるので、場合によってはね、こっちの方がレイ君は好みかもしれないなと思いました。現にね、今こうやってめっちゃ電車見てます。じゃあね、朝食行きたいと思います。じゃあ私、じゃあリンゴ、リンゴです。はい、ウェイティングのね、ジュースいただきました。ちょっとね、待ちたいと思います。はい、ということでね、席の方にご案内していただいて、まあ結構ね、列はありましたけど、5分ぐらいでね、お店には入ることが、ね、できました。そしてね、ベーコンとかですね、ホットケーキとか、こちらのオムレツだったり、エッグベネディクトなどもね、ございます。ただね、こちらね、テーブルが狭いので、もうね、これでほぼいっぱいっていう感じでございます。は
い、そしてねアボカドトーストとかですね、私はねパンの方を中心に持ってまいりました。こんな感じですね。ただただこの席だとテーブルが狭いという感じですね。一つずつね食べていきたいと思います。はい、じゃあねいただいていきます。結構ねテーブルが狭いので、うん、結構ねこういったアボカドトースト変わり種がありますね、うん、はい、そしてねスフレパンケーキいただきます。うん、メープルとこの白いのがねクリームチーズ、美味しい。そしてねクロワッサンです。なんか中に入ってますね、あんこかな、あんこが入ってるクロワッサン。一応ね10時がラストオーダーで、もう間もなく10時なので、ちょっとね落ち着いた頃にお料理だけね取ってこようかなと思います。じゃあね食べ進めてプールの方にね向かっていきたいと思います。はい、レストランからレイクのねお誕生日のデザートねいただきました。ありがとうございます。レイク君おめでとう。はい、レイクのね準備が整いましたので、これからね入っていきたいと思います。行きましょう。はい、レイク君冷たくて気持ちいいね。レイク君冷たくて気持ちいい。くる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 リサイクル。くるくるになった。危ない。めっちゃ回るの上手だ。めっちゃ回るの上手だ。はい、こんな感じでねちょっと遊んでお部屋の方に戻っていきたいなというふうに思います。はい、プール出まして、こちらのね5階の中庭の方にねやってまいりました。あ、中庭結構開けてますね。こんなスペースもあるんですね。はい、まあ、何がねあるってわけじゃないですけど、まあ、こんな感じでね眺望を楽しんでいただいたりとかしていただくことがねできるスペースがございます。いいですね。はい、プール上がりましてね、今お風呂も入って一段落したところなんですけれども、レックンとかはねアンパンマンミュージアムに行ってまして、今ねラウンジの方にモンちゃんがねチェックイン手続きしてるみたいなので、これからちょっとね遊びに行こうかなと思います。じゃあラウンジ向かってまいります。はい、ということでモンちゃんがねチェックインが完了したということなので、ぜひね楽しんでいただきたいなと。入れ違いで残念ながら、はい、ということで1日経ったらまた感想を語り合います。はい、多分私より先にモンちゃんの動画がアップされますんで概要欄の方に入れておきます。よろしくお願いします。どっちも見比べてもらって、はい、最高です。はい、楽しんでください。ありがとうございます。はい、ということでですね、今モンちゃんとも一度ね合流させていただいてお部屋の方に戻ってまいりました。もう間もなくね14時ということでですね、これからね身支度をしまして、横浜ロイヤルパークホテルさんの方にねぼちぼち移動させていただこうかなというふうに思います。で今回ね初めてこちらのウェスティン横浜さんお邪魔させていただきましたけれども、もうめちゃめちゃねお部屋がっていうのも当然ありますけれども、最高のステイとなりました。まあなんかねツイッターとかでいろいろ不手際があるとかですね、まあそんなようなコメントとかも見ますけど、まあたまたまねそういった方もいらっしゃるのかもしれません。で私もね開業間もない頃に行ったっていうわけではなく、もうある程度ね時間も経過して、まあ多分スタッフの方もね、慣れてきたというタイミングで来られたので、まあ本当にね、快適に過ごすことができたなというふうに思います。
またね、来たいなと思います。もう実はですね、11月にね、予約を取っておりますので、11月にですね、再訪させていただこうかなというふうに思います。いや、本当にね、快適でございました。まあ、ただですね、やっぱりお子様連れとかね、非常に多いなっていうふうに思いますので、まあ、子供がいらっしゃらないね、時間帯に行きたいとかですね、まあ、ゆっくりね、ラウンジでお酒の時間を過ごすっていう方に関しましては、やっぱりね、遅めの時間にね、行かれる方がいいのかなというふうに思いました。朝食後にですね、まあ、プールにも行きましたけども、ほとんどね、お子様連れのファミリー層ということで、まあ、週末に関してはね、こういうことがやっぱり続くかなというふうに思いますので、まあ、そういったのがね、ちょっと苦手な方に関しては、ご自身でリサーチしていただいて、まあ、やっぱり行かれるホテルをね、選択されるのがいいのかなというふうには思いますけど、まあ、私みたいにですね、まあ、レイ君とかね、3歳の子供連れの場合だと、むしろね、めっちゃ助かります。はい、助かりました。はい。なので、非常にね、子連れには非常に居心地がいいね、ホテルだったかなっていうふうに思いますね。まあ、とは言ってもですね、お子様いらっしゃらない方向けにもですね、ちゃんと時間を分けてですね、まあ、プールはね、18時以降に関しましては、16歳未満のね、お子様入れないとかですね、ラウンジに関しましても、19時以降に関しましては、12歳未満が入れないとかですね、まあ、そういった設定がありますので、まあ、そういったね、制度をうまく利用していただいて、時間を分けてですね、過ごされるのがいいんじゃないかなというふうに思いました。いや、最高のステイとなりました。お部屋もね、こちらのエグゼクティブスイートにアップグレードアサインいただきまして、本当にね、ありがとうございました。また、11月楽しみにね、お伺いさせていただきたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL の方貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしく。お願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひね、こちら、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。One step forward and another back. I will never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that, close up.